山口ふとしみきは、日本の俳優。宮崎県出身。海潮プロダクション所属。業務提携先アービング。二人兄弟の長男として生まれる。宮崎県出身。2013年に、宮崎の芸能事務所、海潮プロダクションに入所する。事務所では、モデルと俳優のレッスンを受け、宮崎県の CM やファッションショーなどに出演する。歌うことも好きだったため。 小学生に上がると同時に3人グループのチャワマンを結成し、歌手活動を始め、数々のお祭りや音楽イベントに参加した。その他、宮崎県で行われた、ボンベルタ立花プレゼンツ、初夏のお出かけ、ファッションコンテストでは、準優勝、ユニクロニトリモール宮崎店プレゼンツ、ユニクロマイ、コーデコンテストでは審査員賞を受賞。小学1年生の夏に、 福岡県で行われた劇場映画新人子役発掘オーディションで五百人の中から選ばれ二千十八年二月公開の劇場映画ミコッチャ県で初の準主演を務め俳優デビュー主演の広瀬アリスと共演したこの映画は二千十七年のアジアフォーカス福岡国際映画祭にクロージング作品としてまた第三十回東京国際映画祭に特別 招待作品として出展され、俳優陣と共に参加した。舞台挨拶などもこなし、このような経験をきっかけに俳優としての道を強く、目指すようになる。2019年から海塩プロダクション業務、提携会社、アービングへの所属が決まり、2020年3月30日から放送開始の連続テレビ小説、エールに、主人公の友人。 佐藤久志の幼少期役として出演が決定。初映画でセリフなし、注目小役、山口大輝、みこっちゃん、の場面写真が到着。スタや広瀬アリス、山口ふとしみきが仲良く涼む、みこっちゃん。オフショット映画ランド、幼い久志が重要な役割に、エール第58回は、喫茶、バンブー夫婦の物語ドワンゴ JP ニュース。 エール、久子役、山口ふとしみきは、プロの役者、宮崎東京一人飛行機移動も演出家が明かす、魅力スパニキアネックス、エール山崎育三郎久子役を絶賛、素晴らしいの一言、山口大輝、殺涼サプライズに、泣きそうに、スパニキアネックス、エール、久子役、山口大輝、長ゼリフに自信ネットも驚き、縦板に、水、 未来の竹内涼マダスパニキアネックス、エール、久しの子供時代役、山口太と官山崎育三郎は、背も高くて、素敵な方くらいクイーンエール。山崎育三郎の幼少期役、山口大輝、朝ドラ初出演に、とても楽しい時間を過ごすことができました。ザ・テレビジョン、エール、井上淳登場で、ヤフー検索1位に、進出希没のチビ久しも久々に、 モンターウェブ山崎育三郎の幼少期を講演。山口大輝。エール撮影の裏側を語るリアルサウンドエール。久しが歌手を目指すきっかけとなった幼少時代。演じる山口大輝。感情を思い切り出したザテレビジョン朝ドラ。エール第62話では、久しが歌手を志した理由が明かされる。リアルサウンドエール第62回。久しが。 歌の道に進んだきっかけ LMAGA.jp 明日6月23日のエール第62話10歳の久サシ新しい母になじめず東道先生が歌の才能に気づくスパニキアン X ヒサシが歌の道に進むことになるきっかけとはエール第62回ドワンゴ JP ニュースありがとうございます